ちは、まなまなです。まなりんです。二人合わせて、まなまやです。はい。はい、今日の動画は、まやが前回、まやりんチャンネルで紹介したこの VT 歯科ケアの商品を今回は良かったので、まなまなにも紹介したいと思って、今から動画を撮ります。はい、この商品はベストコスメを多数獲得している VT の1日歯科スキンケアです。この前も紹介しましたけど、うん、この絵柄とかしょっちゅう見るし、うんうんうん、なんか色もどこでも売ってるみたいなイメージある、ね、そうだね。この虎がさ、自分的なこのイメージめっちゃ強い、うんうん、そうだね、うん、あと真緑の感じ、うん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 、だからこっちがなんかすごい違う商品に見えるぐらいすごい可愛くなりました、うんうん、めっちゃ可愛い。 VT では低刺激設計のシカリオとヒアルロンが配合された成分が入ってるから、うん、マナマナにもおすすめで健やかな肌にさせてくれます、うんうん、じゃあなので今回は2人で一緒に使っていきたいと思います。レッツゴー。はい、じゃあ早速化粧水からしていきたいと思います、うん、こっちはプッシュタイプで塗りやすいくなってます、うん、こっちはコットンで浸してからポイントパックみたいな感じで使っていきます。はい、どうする、分けるね、そうだね、せっかくみんなの好みとかその時の使い方によって変えるってのがあるかもしれない。はい、私が使うのはシカスキンの方を使っていきたいと思います。コットンになじませて使っていきます。で、マヤが使うのが VT シカエマルジョンっていう方でプッシュタイプの方を使っていきたいと思います。めっちゃ大容量だけシャバシャバ使えるね、うんうんうん、で、こういうコットンとかをパックしてなんか自分は結構この鼻周りとこのおでこのこことかこう今日もさ、ちょっと赤いんだけど、ね、こういう赤いところにこうパックしたりっていうのがいいかもしれない。もう朝起きて赤みがあったらなえる、なえる、うん、これね、今日はね、ここの頬がいつもよりちょっと赤いんですよね、うん、で、眼鏡をかけるからさ、この鼻周りとか、うん、すごいこっちの方がテクスチャーがしっとりしてて、うんうんうん、すごい馴染みやすそうな感じ、ね、ちょっと出した感じもちょっと乳白色っぽい感じの色だった、うんね、手で塗る人はこっちの方がおすすめかも、うん、確かに。でもこっちもしっとりっぽい雰囲気するけど、うんうん、それもしっとりしてた。本当にすごく使いやすい化粧水って感じ。すごいどっちも大容量やし、うん、スパがすごいいいです。確かにめっちゃいいねこれね。なんか化粧水とかもさ、こう少量で高いと使うよりもこうなんかたくさん使えたりとかさ、うん、大容量言ってるよね、うん、そう、もう自分本当にこれをみんなに言ってる、うん、もう本当に化粧水はちょっとじゃなくてちゃんと使うのをおすすめしたい。だからこういう大容量系大好き。チビチビ使うよりね、そう、はい、大好きです。はい、私も終わりました。はい、これすごいあの体とかにもなんかね、うん、コットンが残ったりしたら体とかにも使えるからすごい良きです。はい、じゃあ次行きましょう。はい、はい、でこちらが VT 歯科デイリースージングマスクです。はい、こちらも使っていきたいと思います、はい、こっちが通常バージョンでこっちが限定パッケージの方です。うん、かわいい、かわいい、トラの。で、こんな感じで、前も紹介したと思うんですけど、ピンセットがついてて、うん、衛生面的にもすごいいいので。確かにいいね、これここについとるのいいね、うん、こうやって取れるもんね。あ、めっちゃひたひたじゃん。そう、え、いいね。だからすごい何分か置いてても結構まだ水分残ってたからかも。こうやって掴むときにめっちゃね、わかるね、ひたひた感が、うん、マヤのパックさ、つけるときって独特ないよね。うん、面白い。昔から変わらないよね、つけ方が。これめっちゃ綺麗になる。そうそうそう。真剣なのか、なんか。あ、でもこれめっちゃ密着してくれるタイプだ。ず、う、れ、んうん、ない。そう、落ちてこないやつ。しわしわのおばあちゃんみたい。貼りました。はい、こちらは30枚入ってて、デイリーケアにもぴったりな、すごいコスパのいい、うん、商品ですね。いいよね、たくさん入ってて、うん、こんなひたひたね、使いやすい。うん、本当に使いやすい気がする。10分から15分です。ちょっと待っていきましょうか。でもこんなに貼り付きが良かったらほんまに何でもできる、ね、何でもできるね、うん、寝転んでもいいんじゃない。うん、意外とパックするときって寝転げんよね、うんうん、ほんまに、ね、うん、ぴったりする系、自由に家事とかもできるし。はい、じゃあ15分ぐらい経ったので、うん、剥がしていきます、ね、はい。なんかすごいさっぱりしてるよね。うん、でもさっぱりしてるけど保湿も高い気がする、うんうん、ね、うん、シートがいいね。ね、シートがいいよね。前はシートこだわり強いからね、うん、
なんか粗いやつとか。これちゃんといいタイプのシート。いいやつ。なんかさ、ちゃんと残ってるからこう。あ、本当にそう。パッティングしてあげて。赤み消えたんじゃない？マジで赤みが引いた。いいですね。いいですよ。はい。マナマさん大絶賛です。大絶賛ですか？はい。よかったです。とってもいいです。はい、できました。はい。はい。スキンケアが終わりました。で、この商品の VT シリーズでもう一つおすすめしたいのがあって、こちら VT シカノーセバムマイルドパウダーです。はい、はい、こちらはパウダーこんな感じで、パフがついてて、うん、全身にも使えるんですけど、うん、すっごいサラサラするんですよ、うん、そうって。あ、すげえ。ね、うん、しかもこのパウダーしよ、髪とかにも全部使えるっていうやつ。そう、髪にも使えるらしくて、うん、髪の毛もベタつき気になる子とかはすごいおすすめです。サラサラになります。ほんまだよね、すごいサラサラになる、うん、すごいサラサラになります。なんかこのパウダーをメイクした後のこうファンデーションとかお粉もした後にこうつけたりとかすると化粧崩れ防止にもなるパウダーみたいな感じらしくて、バッグとかにね入れて、なんか出先とかでこう直しとかに使うのもすごいいいパウダーだなってすごい思った、うんうんうん、すごい持ち運びも楽ちんです、うん、ね、すごいコンパクト。コンパクトです。かわいいね、なんかね。しかもこれ肌の凹凸をすごいなくしてくれて、こう滑らかな肌みたいな感じになるから、サラサラじゃん。うん、めっちゃサラサラだよ。で、自分みたいな敏感肌の人とかでも使えるし、逆にオイリーな肌の人でも使えるみたいなパウダーだよね、これは。使いやすいと思う。うん、おすすめです、うん、はい、おすすめでございます。すごいサラサラになりますね、これ。サラサラになります。いい、ね、だから夏とかにもね、そう、これからの季節、これくらいかも。はい、うん、使ってみた感想どうでしたか、まなまなさん。いや、あのですね、はい、使った感じの赤みの引き具合とか、うん、こういうさっぱり系的なものってすごいさっぱりしすぎちゃうのかなと思ったけど、うん、しっかり保湿もされてるし、そう、もちもち、本当にもうもちもちだし、パックもそうだけど、ひたひたでとってもいいなと思いました。まやさん、ありがとうございます。いいですよね、ありがとうございます。やっぱまやさんが言うの意外とね、本当に意外と、はい、意外とというか結構情報交換するんですけど、そうなんですよ、本当にいい商品、ね、知ってるんですよね、はい、本当にありがとうございます。いい、皆さん真似してください、こちら、はい、知ってる子の方が多いと思うんですけど、はい、ね、でも知ってる子が、自分も知ってたけど、より一層って感じ。そうね、うん、使ってみないと分かんないね。そう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 、この前も動画で紹介したと思うんですけど、うん、やっぱり家でも使ってるんで安定な、すごい使いやすさというか、はい、素敵な商品なので、ぜひ皆さん使ってみてください。はいはいはい、そして今回紹介した商品は楽天スーパーセールでお得にゲットできるので、ぜひチェックしてみてください。はい、詳しいことは概要欄にて貼ってあるので見てみてください。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントもお待ちしてます。バイバーイ。